そんな中でも大江は35年も続いちゃったのはなぜかっていうとですね、これ一つのエピソードとしてですよ、足利義満なんですよ。これね、足利義満のね、金ピカ大臣ですよね。で、金ピカ大臣の足利義満がですね、この人中国大好きでね、で、明のこと大好きで、特に朱元璋のね、こと好きですよと。で、朱元璋といったら明の初代皇帝で、で、またの名を光武帝でしたからね。で、光武帝のね、光の字、三髄に、共存のね、共っていう字書きますよ。友っていう字ですよね。で、三髄についたの、光武帝の光の字をね、これ今度新しい言語で使いたいなと考えてたんですけども、それをね、これ朝廷側からこう反発もあったりしてですね、もう実現しなかったんですね。で、それなんで実現しなかったというと、それはね、光武帝の光の字っていうのは洪水の光でもありますよね。そんな字つけちゃったらなんか不穏な世の中になっちゃうぞとかね、そういうことがあって結局実現をせず、それでね、ちょっと腹渡にゆっくり返っちゃってね、もういいと、もう俺が生きてる間はもう変えねえからなとか言ってですね、義満はもうそういうつもりでいて、で、まあ応永年間の途中で義満亡くなっちゃいますけどね、その勢いでずっと行ったということで35年続いたんですぞと。したがってね、応永年間っていうのはですね、結構いろんな出来事があったんですね。いろんな出来事があって、で、応永の乱とかやりますけど、応永の外交とかね、あったんで、その時代をね、じゃあ見ていこうということになりますよね。大酒飲み将軍のバックグラウンドですよね。例えばこの足利義和が生まれてくるちょっと前には応永の乱っていうのがありましたよって話なんですね。1399年、応永の乱ですと。で、これは義満の時代ですとね、金ピカ大臣の義満の時代、足利義満っていう人はね、俺が全部やるぞっていう人でしたからね、その人の時代ですから、こう有力主語がこう大きくなってくると、色相とか言ってね、力を削いでやるぜってことをやったんですね。で、時に、このちょっと前にね、山梨っていうね、まあ山名一族が非常に力を持った時があって、で、全国当時は66の国があるところ11の国を山梨が占めてたんで、まあ6分の1州とか呼ばれてたんですね。で、それをこう内乱を起こさせてですね、それに乗じて山梨をこうパキーンとこう割ったりするとね、そういうことを義満がやり、で、そういったことをいくつかやっていく中で功績を挙げるのがこの大内氏だったんですね。大内氏は義満とこうタッグを組んでですよ、やっていくと。そうすると、まあ功績を挙げるってことはね、大内氏の今度ステータスが相対的に上がっていくことになりますから、大内氏は当時、この国を持っていたと。周防、長門、石見、豊前、泉、紀伊ってね、いや結構ありますと。なんか大内氏って言ったらね、九州地方とか、まあ、中国地方とかね、イメージありますけども、泉キーですから、大阪とか和歌山とかね、ああいったあたりも大内、管轄してたんですね、という話なんですね。で、これはさすがに大内もでかくなってきたな、とか言ってですね、また義満がこうやり始めてですね。で、ここで、大内氏とこう喧嘩になり、大内氏もね、ふざけるな、とか言ってね、都合が悪くなったら今度はなんか適当な小討伐の資格を向けてね、今度は俺を撃つのか、みたいなことになって、で、やるぞ、とか言って、こう、堺でですね、いやー、とか言ってこう戦う。だが、まあ、幕府軍には勝てませんということでね、大内義弘は亡くなってしまうということになり、ただまあ幕府の方もね、大内氏をこう壊滅させるのは目的じゃないですからね、ある程度こう力を削ぐっていうのは目的であって、もう壊滅潰しっていうことは目的ではないんで、じゃあまあその後継が、その後分割した後ね、継いでいくことをまあ認めましょうということですよ。で、まあいろいろ一族の中でもあるんですけども、次に出てきたのが大内、まあ、森見っていう人ですね。まあ、森春ともね呼ばれますけど、まあ森見という人がこう出てきてですね、その後のまた幕府での重要な役職を担っていきますと、大内氏が再興に向けてまたステップを踏み始めますと、こういう状態になっていくんですよ。だからこのね、4代目の義持の時はすでにこのね、大内、森春ね、森見、まあこの人もね結構重要な人ですよ。森見ももうこの軍事的にも重要なポジションを預かっていくということになる。それが応永の乱ですよということで、
で、さらに時代を下っていくと足利義和の時代ですかね。足利義和のね、元服するかしないかあたりでも、この前後でまたね、日本国内ぐちゃ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 してるんですよね。まだ全然ね、この完全に制圧、日本を制圧したという感じではない。いかにこの室町幕府といえどということですよ。代表格がね、この鎌倉府なんですよね。日本の中のこうふんって東を見た時のこの鎌倉府がですね、まあこの鎌倉府っていうのは当然にこの室町幕府のね、いわば出先機関と見ることもできますけども、これただの出先機関じゃないんですね。言うことをこう聞くだけの機関じゃなくてですね、この人たちこのオリジナルのね、この独立の気概を持ってですね、こうエネルギーにこう満ち溢れちゃう時があるんですよね。それがまあこの時もそうでしたぞとね。この東国は東国、関東は関東で、まあね、いろいろあるんですよと。それが1416年の上杉禅宗の乱で、でこの時の鎌倉府のトップね、すなわち、ナンバーワン鎌倉公方は足利持氏っていう人でしたよということでしたよね。でまだね、この鎌倉公方の持氏が若いんでね、このナンバーツーの上杉禅宗がですよ、いやこれはもう俺が実権握れるぞとか言ってね、関東関連の上杉禅宗をこう思ってですね、反乱を起こす、よしやってるぞとか言ってね、でまあもうなんだか勝手に鎌倉の方でねやっているような話かと思ったらですよ、それとこう連動して京都の方でも不穏な動きがあるじゃないってことだったんですよね。でそれが足利の義継って人が出てきて、でこの人が怪しい動きしてるってことで京都が大騒ぎになるって話だったんですよね。いやもう今日もね、なんだかこの辺やってるとね、頭こんがりますよね。足利の義なんとかさん非常に多いんでね、いや義継って誰ですかとね、足利の三代将軍は義満ですと、4代が義持で、ね、5代が義和で、ここまででも頭の中精一杯ですよとね、私ももうそんな感じするんですけども、まあね、ここのとこ頑張って義継って人を理解するとしたらですよ、この人ね4代目将軍義持の弟なんですね。弟で、三代目将軍の義満がね、この弟の義継の方を比較的こう可愛い可愛いってやってましたからね、割とねこの因縁のって言いますかね、四代将軍の兄貴の義持としてはね、ちょっとね、なんだか、まあ鼻につくやつだなということがあったんですね。でそれがもうこの京都の方でですよ、こうまた上杉禅宗の乱と連動をして、なんか不穏なことになってるぞみたいな、こういうことになってですね、結果的には1418年にこの足利義継殺害されちゃいますと。もう将軍の義持のですね、こう命を受けたその側近によって殺されてしまうね、こういうことですから、いや国内も結構不安な情勢じゃないですか。こういうね、まあ何でしょう、この名前とかも覚えるのめんどくさいっていう方はですね、この時もなおかつ国内ガチャガチャしてましたよと、そういう感じに受け取っておいていただければというふうに思いますよ。ガチャガチャしているその時期に、さあそれは国内だけじゃないからさらに問題なんですと、国外からも問題が持ち込まれますよと、それが1419年の応永の外交ってやつなんですね。いや来ましたと、またあの蒙古襲来ですかね、蒙古襲来を彷彿とさせるこの外国がこの対馬に攻めてきたぞって話なんですね。まあ当時は朝鮮軍がですよ、この倭寇に、まあ全然ね、日本の方でこう解決しようとしてないんで、もうそれなんとかしてくれと、そういう勢いでもう攻め入ってきたと、そういう話で、まあ割と短期間でね和睦に至ったんですけど、まあそんなね実際どうなのかなんていうことはね、二の次なんですね。もうなんかもうまた蒙古襲来来るんかいみたいなね、まあ、いわば風評って言いますか、人々の心配がまた京都をあたふたあたふたさせるんですよ。あれ朝鮮とか言ってるけど、やっぱバックにはあの明がいるんじゃないね、超大国の明がいるんじゃないって、やっぱり明との貿易やめようよって言ってね、でまた一時的にこの日明貿易断絶しますから、いやーこれはひどいことだと。国内もまだざわざわしている上に、またあの外国軍が攻めてきたっていう、この応援ってとしては一体何なんだと、こういうことになっちゃうんですね。で、さらにさらにですよ。いや、いろいろありますと。1420年にはですね、応援の大飢饉、ね。もうこれ類を見ない、こう室町時代のね、こうトップを争うぐらいの大飢饉がここで来るっていう話なんですね。いや、応援の大飢饉がここで来てです
ね、食べ物ないぞと。で、食べ物ないんでね、もう飢えた人たちがですよ、いや、京都に行けばね、こうあるだろうとね、岡田様のとこ行けばね、なんかあるんでしょうと、三条坊も行くか、つってね、いや、知りません。その辺は知りませんけども、よし、京都に行くぞ、なんつってね、餓死者がね、どんどんと溢れるし、で、まあ、そういう漂流民が京都になんかいて、治安も悪くなり、そりゃ疫病だって増えますよと、こういう状態ですよ、大江っていうのは。いや、これはやばいとなったんですね。もう国内もざわついてるし、外国から攻めてくるし、で、国内に飢饉、ね、大飢饉までできて、もうぐちゃぐちゃじゃないですかと。で、この時の、それは将軍が義持でしたから、それは義持はね、神様、仏様の人ですから、ここで発動するんですね。こういう時にね、この為政者、政治を扱っている人は何をやらないかと、やらなきゃいけないかといえば、それはもう特政をやるしかないと、そう理解されてたんですね。で、特政というのは、こう、徳に基づく政治ってことですよ。徳。何に基づけば、こう、徳をね、まあ、集めるのかっていう話ありますけど、まあ、一つにはね、有名な、こう、徳政令ね。まさにもうその字で徳政令ですよ。もう、人々の借金を帳消しにしよう。ね、苦しんでる人を救おう。まあ、それも徳政令あるでしょうけども、もっと徳詰めるやつあるじゃないね。で、それがやっぱり神様ね、仏様に直接なんかすることだね。で、時にね、この足利義和っていう人はですよ、禅宗にね結構入れ込んでたりするんですね。禅宗っていうのはね、どうですか、まあ、イメージしづらいですよね。禅禅っていうのはね、かなりこう聞くことですけど、実際ね、どういうことなのっていうのはね、割とこうイメージしづらい。まあ、だから止観打坐とか言ってですね、こう座禅を組んで、で、修行を積むとかね、比較的こう禁欲的な、まあそういう修行とね、こう神話的なんですよね。でも、あんまり酒飲むなよというのもここから繋がってくる。そうすると、こういう神様、仏様ね、神とか仏の意に習って、で、そういう禁欲的な、そういうことでいけば禁酒でしょうと、こういう流れなんですね。こういう流れで、まずじゃあ第一次禁酒令やりますし、第二次もやって、三次もやってね、対象も広げていく中で、そうだとね。で、そこで出てきたのが1421年のね、この大酒を煽ってくれるなよとね、息子飲みすぎるなよと、そういう、まあ、命令でありましたっていう話なんですが、まあ一つここポイントがあってですね、この命令、誰に対して出されたかと、ここが一つミソなんですね。で、これね、この親父の義持が息子の義和に対して、まあ、飲みすぎるなよと、もう命令だぞと、ね、直接言ったのではなくてですね、これね、義和の、まあ、近親たちに対するっていうことですから、その息子の取り巻きですよ。息子の取り巻きたち。で、そこに対して命令を下したと、そういう話なんですね。だから要はね、この息子の義和にね、あんまりバン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 酒ついでくれるなとね、まあこの辺どうだったんですかね。どれくらいこうね、まあ将来の将軍だとね、ウェーイとか言ってね、もう義和様って、岡田様じゃんじゃん行っちゃいましょうや、パーリラパーリラなんつってね、こうやらないと思いますけどね、それくらいの勢いでこうやってたんですかね。この辺も実に興味深いですよ。ではもうそれやりすぎだからとね、この義持としてはそんなに息子にやってくれるなというね、まあ今までのこういう流れの中で、そういうものを命令を出しということになります。で、ここのところが大酒の禁止だったんですねという話ですよね。で、ここからはですね、ちょっとね、先がお寂しい感じになっちゃうんですね。1423年に、まあ、将軍にはつきますけども、もうその2年後には急死しちゃいますからね。いや、将軍としてはちょっとお寂しいなと。第5代将軍に就任をして、で、将軍に就任すれば儀式もその時ありますと、将軍宣言の儀っていうのがあってね。で、まあ、親父の義持もね、これからお前に譲ろうね、38歳になったね、もう出家した親父が38歳だったからね、あの年になったんで、俺ももうお前に譲ろうなんてね、可愛い息子よってね、お前がこの後継いでくれってね、あんま酒飲みすぎるなよなんてね。でも将軍宣言の儀の時はね、2人でまた仲良く飲んだっちゅう話ですけどね。いやいや、まあまあいろいろあるでしょうけども、ここでまあ悲劇があるんだと、将軍になって
ったはいいものの、そこからはまあよしかずね、人生うまくいかなかったんですね。結構ね苦しい人生だったと。で放送っていうのは天然痘ですよね。天然痘になったこともあったし、でそこから利病になったこともあった。いや利病っていうのもね、私あんま聞かないなと思ってこう調べるとですよ、利病っていうのはこう赤痢系の、赤痢の関係のまあ病気だっていう話ですよね。いやこれも非常にこう大きいですよね。なりたくないですよ、もちろんね。でまあ天然痘とかこう赤痢とかね、いろいろとこう重い病にこうかかってですよ。で1425年には急死をしてしまう。だからもともと結構ね病弱だったんですね。病弱で、で親父かわいいかわいいってやってましたからね。それはね神様仏様にもねこういろいろこう祈祷を重ねたりね、息子のためにわーってやるんですけども、まあそれがね叶わずっていうことになるんですね。で死因は内臓機能障害かというふうに書きましたけども、ただねこの時噂で流れたのはね、やっぱりたたり苦だったというふうに言われたんですね。たたりってのはね、先ほどの足利義継ね、この4代将軍の義持がね弟を殺しちゃいましたからね、そのたたりやっぱこれ来たんじゃないっていうことでね、またそわ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 京都の中でするんですよね。いやーまあここで亡くなっちゃったとね。でそれでまあ例のね前回の話になりますけども、ここから義持がね、いやどうしたものかと、もう我が人生最大の悲劇だと、これほど愛した息子をここで失うとはっていうことになって、まああのくじ引きのね話につながっていくっていうことなんですけども、まあこの時代はねこうやって流れてきますけども、一旦ねここでこう整理するとですよ、なんか整理することありますかって言ったらですね、やはりそのねぐちゃぐちゃ具合ですよね。気になるのは、私もやっぱちょっと気になりますぞと。今までをねこう世界各国をこういくつか見てくる中ではですよ、権力がまあこの時代は特にね集中できてるとことできてないとこあってですね、まあこの室町時代っていうのはね比較的権力をそうは言ってもできてるようでこうできてないっていうねのありますよ。それが先ほどのこの鎌倉府じゃないですかという話なんでね、1423年にここで鎌倉府にね討伐命令を下すというね、そのことがありましたぞと。これをちょっとね気に見てみたいと思うんですね。この鎌倉府、先ほども言った時にこの鎌倉府がねなんかこう自立しちゃうんじゃないかぐらいのね、いきなりこの元気出てきちゃったじゃんというような時がちょいちょいあってですね、この鎌倉久保が足利持ち主だった時も実はそうだったんですね。で先ほどの上杉禅宗の乱のところでね、こう 足利持ち主もね鎌倉久保の方もいやなんとかなったわというふうになったんですけども、いやこの乱をきっかけにもう反対勢力はもう片っ端から潰しちゃうぞみたいなことをやるんですね。で片っ端から潰しちゃうぞと言って、潰した先がそれがね幕府と比較的こう仲がいいところとかね、主従関係があるところなんですよね。そういったところをねこうバンバン潰すぞってやっていくと、それは幕府の方も怒りますと。それで鎌倉府こう討伐命令をこう下したりしてですね、わーその件どうするどうするどうするなんてね、この幕臣たちがですねこう会議を開くと。でこのね会議のやり方が一つ特徴的ですと。でこう言われてますよと、重臣会議ね。でも将軍はまあまあもちろんトップなんですけども、トップの将軍を抜きにして重臣たちで まず話し合う。もうそこのところでね、もう細川さんとかね、もう代々有名どころの畠山さんとか柴さんとかもちろんね、で山名さんとか一色さんとか、そして先ほども出ましたこの大内さんもじゃあ交えましょうなんですね。あら大内さんちょっと病気でもう今日は欠席ですかなんてこともあったんですが、まあこの時そうだったんですけども、まあいずれにしてもねこの重臣会議ってね、この有力者たちがここのところで、ね、話し合いをする。でもここのところら辺でですよ、この応援の時代あたりでそうやってまあいわゆるねこう有名どころの、まあ、守護大名っていうのはこういう人たちですっていうね、もう家の格ですよね、価格がこう決まっていくということになりますよ。重臣たちで決めて、で将軍にはもうそれでいいですねっていう、こう報告で届けるみたいなね、まあそういう感じ、もう重臣会議で決めてもそういう感じでいきますから、将軍いいですかと。で将軍も大体もう細かいことはやってくれと、ね、そういうことになっていくと。でそれが重臣会議ですし、もう一個特徴的なことは、あこの公武統一政権とか呼ばれますね。室町時代もね、いやもう最初の南北朝分かれたあたりからねどうなってんのという話でしたよね。こう南は南で、で北は北で、それぞれ天皇
皇も分かれちゃうし、で幕府だってなんだかね足利尊氏と弟の忠義が二党政治とかやってたけど、そこも喧嘩でもそれぞれ一体どうなってんのと、それをなんとかこう回収していくのがね、一つにまとめていくのがこの室町幕府の最初の宿題ですよ。それをまあグイーンとこうやっていったのが、まあ足利義満だったりするんですよね。で足利義満っていう人はですね、幕府を統一してこう率いていくのはもちろんね、公家社会の中にもガンガン入ってきますからね、ガンガン入ってって自分がもう太政大臣にまでなっちゃうと。それまでのまあ高氏とかね、義明ももちろんね、公家、だから朝廷の方に関心はまあなかったことはないんだけれども、自分でこう積極的に入ってってそこへ何かやるっていう感じじゃなかったですからね。そこを義満の方はガンガンこう入ってってですね、公家の方もまあ一通り平らげていくということになりますよ。そうすると今までの武家社会とこの公家社会がこう一体化するということでね、で公武統一政権とかいうふうに言われる。依然としてね、まだ幕府と朝廷っていうのはあってですよ、で連絡係っていう感じでこの転送って呼ばれるまあ期間もあるんですけどね、こう連絡してうまくやっていきましょうやと。でもまあなんとなくこう一つになってきたねっていうのがこの義満の時代であり、でその次の義持の時代はですね、まあ親父の、まあ、政策を、まあ、いいものは引き継いで悪いものはやめますなんですね。やめたものをこう前回いくつかこう紹介しましたけど、引き継いだとこね、それいいじゃんということで引き継いでいったのはこういうところなんですね。公武統一政権で引き続きやってきますしと、でそこで作ってきた親父のこのシステムの下でやってきますと。ただやり方はちょっとね、こちらの方でもまあそれなりに自分オリジナルでやらさせてもらうところはあって、でも重臣たちをね、義満はまあこの自分のところに来いなんてね、やり取りしていったのを、この義持の時代はですね、自分からもう出向くね、おなりなんていうふうに言われますよ。おなりで守護大名たちにもですね、もう自らね、こうやってその邸宅に行って、いや元気してるかなんてね、最近どうだなんて、でこれからもよろしくなんて、こう信頼関係を築くね、あれもね、その義持スタイルもこの義和は踏襲をしていったぞと。でまあ将軍がそこに行けばね、それはもうさっきの話で家の格ってやつですよ。いや将軍がわざわざ出向いてくれるね。でおなりっていうのはね、よく言いますよね、なんとか様のおなりとか言ってね、あれですよね。でおなりされたぞっていうことになれば、そのいややっぱすげえなーっていうことになりますからね、先ほどの、まあ、有力守護も決まってくるぞという話ですよね。でまあ全国的に見ればですよ、こうやって、まあ、地図を簡単にね、略図をほにゃほにゃとこう書いてみれば、まあね、いろいろとあるんですと。京都には室町幕府あって、でこの時代はそこに天皇もいるけどもね、主にはこの鎌倉府がどうなのっていう話でね、ここの鎌倉公方が関東は仕切ってるし、まあこいつら油断はできねえやつらだぞということですよ。で周りには東北には奥州短大とか、あるいはこう秋田とか山形の方には右州短大ね、で九州には九州短大を置いて、それぞれ遠い地方、遠い国と書いて隠国ですよね、隠国、まあ隠国をやり、まあ近いところは金国はもちろんね、この幕府がやっていくけども、それぞれの配慮が必要ですねっていうね。いやーなんだかね、やっぱりちょっとその辺もまあいろいろとシステムはそれぞれバラバラなんですね感がやや否めない時代がまだ続くっていうことなんですね。ということでね、今日はこの大酒飲み将軍をお送りしましたけど、まあ真相はねどうだったんですかね。まあ本当にもう10歳前後からうえーとか言ってね、クイーッとかーしびれるってやってたのか、あるいは全く飲まなかったのかね、その辺の詳細っていうのはわからないんで、そここそはまさにね、神のみぞ知るっていうねことになっちゃうんですけども、まあその辺も歴史の面白いところですねということで、今日は締めたいと思いますよ。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。